リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリントです。イエーイ。はい、ということで、今回は、ネオディケイドライバーの第3弾目の動画になります。ガンバライドのカードを入れてみたらどんな音声が鳴るのか、という形で、やっていこうかなと思います。はい。とりあえず私のスタメンのやつからまず入れてみたりして、どんな感じの音声が鳴るのかちょっと試してみたいなと思います。なんか特別な音声とかが鳴るのかなと思いますので、ちょっとやっていきたいです。じゃあ1枚目はね、まず私の大好きな王者から入れてみましょう。王者 CSM 版ではないんですけどね。仮面ライド、普通に仮面ライドですね。なるほどなるほど、ちょっと今スリーブに戻しますね。なるほどなるほど、普通に仮面ライドでした。じゃあこのレジェンドレア版の王者アタックライド、これはアタックライドになるんですね。横のこの横のね、このここを見ながら今カードを選定してるんですけど、大体王者のカードが同じバーコードなんですよね、横の部分が。これはどうなるのかな。ジェノサイダーがちょっとバーコードが違いますね。ではジェノサイダーいけましょう。え、ファイナルアタックライド、ファイナルアタックライドのガイム。ああ、ガイムと同じですね。はい、なのでジェノサイダーはガイムになりました。まさか、まさかよ。あ、これがちょっと違うから、もしかしたら何かの音声が流れるかもしれない。ディケイドのレジェンドアタックライド、アタックライドでしたね。アタックライドでした。ファングストライザーのダブルが、多分これダブルってなるんでしょうね、この状況だと。何もならなかった。これはただの汎用のバーコードみたいですね。ってことはこれも特に多分ならないよね。ただのアタックライド。レジェンドのギャレン。これはどうなんだろう。これは初めて横の部分見るけど、レジェンドの、電王です。なるほど。アタックライドになってるんですね。レジェンド系のカードとかの、読み込みは。これ、パンチホッパーの、これはさっき見たから、一緒でしょ？エターナルも一緒だし、キングホームどうだろう？なるんかな？いや、これも多分ね、ならないわ。あ、ブレイドってなるわ。アタックライド、ブレイドってなったわ。ってことは、これはアタックライド、電王かな？アタックライド、電王。なるほどね。で、指ミサイルの、ショッカーライダーとかもさっきと同じなので、これは特にならないね。このエターナルも、さっきの、タジャドルと一緒なので、タジャドルじゃないや、タジャドルとかファングジョーカーとかで一緒なので特にならないね。アマゾンはこれなりそうかな。これ多分ディケイド、アタックライド、ディケイドってなるやつでしょ。アマゾンがこれちょっと見たことない、ん、いや見たことあるな。これも多分仮面ライド車変かな。アタックライドだった。アタックライド、シャシャーンですね。
このダーク牙も一緒。1号もこれ同じですね。龍騎が多分これアタックライド龍騎ってなるんでしょうね。ですね。龍騎。で、他のスタメンで使ってるカードでここに刺して音が鳴りそうなやつ。このガタックとかスペシャルカードね。ファイナルアタック。この系、これは全部ガイムだわ。なるほどね。で、一回刺してみたかったのがこれ。ちょっとノースリーブにするのはあれなんだけど、ディケイドのファイナルアタックライドキャンペーンの。かっこいいね。ファイナルアタック裏で刺してみるのも、裏表か、表で刺してみるのも一興ですね。ってことはこうカードを見ていった時に明らかに違うやつ、これクーガの多分アタックライドっていうやつだしな。アタックだよね。でこの牙とかのやつはそうだね、ここは全部ガイムに変わってる。なのでね、このスペシャルカード全部ガイムになります。はい、これとかこれとかもガイムと同じバーコードになってます。他なんか読み込んで音変わりそうなやつがあればなと思ってるんですけど、ちょっと見ますね。これはディケイドってなるだけだしね。これは多分で響きってなるだけでしょ。はい、龍騎ってなるだけ。ファイズはファイズでしょ。ブレイド電王、一緒だね。一緒なのが多いね。なんか珍しくなってるやつはあまりないかも。あ、でもこれちょっと違う。アタックライドなんだ。あ、なるほど。こっちはフォームライドっていうのかな、これ。フォームライド。なるほど。この辺はフォームライドっていうみたいですね。なるほど。この横のバーコードの原理が分かってきたぞ。で、これオージャーって刺してもオージャーってならないやつでしょ。で、これアタックライド、リュウキとかでなるやつでしょ。今ね、順番にいろいろ見てますけれども、これも多分響きってなるだけでしょ。アタックライド響きでしょ、これ。アタックライド。だよね。なるほど、なるほど。バーコードの原理が分かってきたぞ。これもアタックライド兜でしょ。ね、これもって言ってるけど、カード映ってないんだよね。今見てるんだけど、この辺がね、もうアタックライド、兜ってなるし、この辺が電王ってなるだけだし、この龍騎だと仮面ライドってなって、シャギーンってなって終わりね。あー、ブラックとか刺しても多分ブラックってなって終わりなんだよね。仮面ライド。そうだよね。そうだよね。そうだよね。結構 CSM 版についてきたやつと音声認識パターンが一緒なので、うん、この辺もこれガイムってなるやつね。うん、今見てますけど、見てるところを写しときますか。なんか変わったバーコードのこの横のところになってるやつがないです。ないですね、あんまり。あ、ちょっとこれ違う。メモリーガジェット系が。これ、完全汎用音声ですね。
何か特別な音声が入ってる系じゃない。ああ、この辺完全汎用音声ですね。じゃあ次のも見ていきたいんですけど、もうこの辺からね、汎用音声ばっかり。こうやって一緒に見ていきましょうか。この辺もう汎用音声ね、これ全部。で、これクーガのアタックライド。うん、アタックライドだねってなるやつだったり、仮面ライドでピューンってなって終わりでしょ。うん、変わってるバーコードの認識のやつないね。これだとガイモってなるしね。この辺もう分かりやすく汎用。これとかこの辺も、これさっき鳴ったから、これは多分鳴るんだよね、ブレイドで。でもキングフォームで鳴るんじゃなくてブレイドなんだね。ターンアップってなるので、あ、これあれか、ブレイドと多分一緒。あ、一緒だ、一緒だ、なるほど。これはブレイドの音声なので、キングフォームの音声とかではないんだね。特に変わってるやつないね。これも電王と多分一緒でしょ？一緒だね。お、意外といろんな音声聞けるかなって思ったけど、ないね。ちょっと次のカードバインダーも開いてみましょう。いやー、汎用が続いてるね。うん、汎用が続いてる。あの限定カード系がもしかしたら音声違うかもなと思ったんですけど、限定カード系もほとんど横のバーコードが一緒ですね。はあ、はあ、このアマゾンがちょっと違うな。ファイナルライドアマゾンとはなるんだね。で、他これ汎用でしょ、これ汎用でしょ、汎用多いね。これ多分1号ってなるだけでしょ。で、ここも汎用なんだよな、タザドルのカードとか。あ、これ違うんじゃない。11ライダー、汎用だ。これはシャッフルヒーローカード。仮面ライド。仮面ライドってなるだけか。これはどうだろうね。これ初めて見るんだけど。これディエンドなの？これもディエンドかな。じゃあ同じなんだよね。アタックライド。これはディエンドのカードの音声なんだ。おー、それぐらいですね。いろいろ試してみたいなと思ったんですけど、カードバインダー出して見てみても結構横のあのバーコードが同じのが多くって、ちょっとね、なんか出してきたはいいものの、なんかそんな感じなんだなって思いました。はい、なので、検証結果ですけど、あんまり新規音声が鳴るようなカードはなかったというのが答えでございます。
はい、ということで、今回はガンバライ、仮面ライダーバトルガンバライドのカードをネオディケイドライバーに挿してみよう動画でした。なんか、思った以上に、お、そんなもんなんだなって思いました。ということです。以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローはこの辺から、その他のおすすめ動画はこの辺からよろしくお願いします。ということで、リントでした。イエーイ。